日本東北地方青森県八戸市八戸ニュータウン。八戸ニュータウンは青森県八戸市にあるニュータウンの一つ。地域振興整備公団が整備した振興住宅地である。八戸市役所から南東に 3.5km の高台に位置し、ま淵川右岸の標高を 90m から 130m 程度の丘陵地帯にある。 1982年に建設が着工し330ヘクタールが開発された。2017年4月現在、3938世帯、1万317人が居住している。八戸ニュータウンは、北に根城、東に沢里、南に飛び地で、根城の小技の笹子、飛び地のたずらぎ、西に坂牛、田面に、八幡が面している。 鉄道の駅はないが、北西4キロメートルに、東日本旅客鉄道、青い森鉄道八戸駅がある。幹線道路は、八戸自動車道八戸インターチェンジ、青森県道29号八戸環状線、市道3.30街路、市道3.40街路などに面している。1992年から、八戸市 AA バスがニュータウンと運行を開始し、後に、 南部バスが市内路線を新設した。また、八戸インターチェンジには、東北自動車道を経由して、仙台、東京方面へ向かう高速バス路線の停留所が設置されている。2002年に住居表示が実施され、北白山台、東白山台、南白山台の西白山台の4丁に分けられている。それ以前はそれぞれ根じ沢里、坂牛、 電面機の一部に含まれていた。北白山台はニュータウン北部の地域で2017年現在583世帯1397人が居住している。八戸インターチェンジへ接続する道路が地区の中央を南北に通り、その北西に商業業務地区の八戸流通センターがある。総面積は207,103平方メートルで46社が。 立地し、約1000人の労働者が就労している。地区南部には、タウンセンターがあり、ユニバース、ダイソー、サンドラック、オートヤ、島村、東欧日報社八戸ビル、八戸消防署ネジロ文献書が立地している。近隣には、2ヘクタールの面積を持つ、地区公園の長者森公園が隣接しているほか、地区南西には、白山大公園が設置されている。 公園面積は16.7ヘクタールで、ニュータウン内で最も大きい地区公園である。東白山帯は、ニュータウン東部の地域で2017年現在1,195世帯、3,080人が居住している。1995年に、八戸市内で当時としては、最も新しい小学校である、八戸市立白山大小学校が開校した。2017年までは、 市内最大規模の小学校であったが、八戸市立西白山大小学校の分離、新設により、生徒数は半減した。1998年には、市内北東の東白山帯一丁目に、リゾート施設の厚生年金休暇センターウェルサンピア、八戸が開設された。敷地面積は17.6ヘクタール。延べ床面積1万5000平方メートル。 鉄筋コンクリート地上9階、地下1階の構造で、ホテル、温泉、結婚式場、テニスコート、ゴルフ練習場などがあり、市街地に立地する利便性から市民に親しまれている。年金健康保険、福祉施設整理機構によると、2002年から2007年までの平均利用者数は年間約50万人で、約5000万円程度の黒字を計上している。また、 スタヤ白山大店やホーマック白山大店がある。南白山大はニュータウンの南東、八戸自動車道の東側に位置している。当地区には2017年現在794世帯1985人が居住している。市内中央には八戸県域水道企業団事業所と隣接した白山浄水場があり、八戸地域を含めた周辺自治体の 約33万人に水道を供給している。地内には、八戸ニュータウン郵便局ミニストップが営業している。このほか、地内東部に隣接する、根ジロあざ単語平では、丹後平古墳群が発掘され、7世紀後半から9世紀前半の塩墳古墳を中心に70以上が確認され、7000平方メートルが国史指定されている。西白山は、 ニュータウンの南西、八戸自動車道の西側に位置している。当地区には、1366世帯、3855人が居住している。地内南部には、市営住宅白山大ヒルズ18棟57戸が立地している。地区中央部には2007年に開校した八戸市立白山大中学校が立地している。 2008年度の八戸市の報告書によると現在、生徒数は351人、教職員数は26人で11学級を持つ、市内で最も新しい中学校で、八戸ニュータウンと南電面機を中心とした学区を形成している。さらに、ニュータウンの人口増加による児童数増加で、白山大小学校が手狭になったため、2017年4月、 白山大中学校近くに、八戸市立西白山大小学校が開校した。公園施設も充実しており、面積2.0ヘクタールの地区公園の、鳥の木、沢公園や、地区西部には、面積6.3ヘクタールの都市緑地である、と暗く緑地があり、ニュータウン開発以前の自然が残っている。 グランドサンピア八戸八戸ニュータウンタウンセンター2017年4月30日、現在の世帯数と人口は以下の通りである。産業、物流機能の導入、公共支援施設の立地誘導により、新たな雇用の場の創出、所得の増加、地域産業の高度化、物流の効率化に貢献。ありがとうございます。